今日種切りがある。種切り。もやしって、はい、麹を作るのに蒸し前にもやしっていうか胞子菌を、まあ、振るんやん。この胞子菌が米の中に入っていくんやん。周りにしかないのを、まあ、塗りはでとかそういう部分の呼び名があるんやけど、まあ、30日持つようにするのには月はぜでお米の中まで入ってんと30日間もろみ期間があるとすると持たない。そのも温度管理しかないんやけど、蒸し米入れた時が 30.5°C とか全体的に水分がある。であの中に何度か入れると表面から乾いていくの。と真ん中に水分があるとすると胞子は水分ある方に入っていこうとするの。でそんでだんだん温度上げていく。最初のうちは固体のままなんやけど、ある程度2週間も経つとだんだん溶けてくるわ。であん中に液体がなってきたやつは掘り上げて固体のところに酵母をばらまくんや。これ大体これって煮込もとっていうかタンク2本分のやつの元なんや。普通はもうちょっと6度とか、7度、6度、5度とかだから寒仕込みというか、蒸したのが100度あるのがどうやってこの温度になるんやって話になりますからね。これ今あったかいさがこれ汗かいてるのは冷水を回してるで汗かいてで、基本的にあるのは米と米麹と水しかないって。コシヒカリも使われてるからね。コシヒカリは岡本っていうか農業試験所さんとか、はい、あと農業試験所ってところでコシヒカリを、まあ、一人前にしたっていうか後輩してやってきたっていう話で、岡本地区の町づくり委員会っていうのがあるやけど、そういう部分にこっちの方でやったんですってことを言いたい。要するに岡本地区のお米、岡本地区の水で福井の工房ってやつで仕込んだです。扱うものに物はないやそれ。500万も 60% もの純米し差別化する手段としてうちはお米の種類が7種類ぐらい使って